小田茶臼鈴鹿古墳は、福岡県朝倉市小田572番地にある、古墳時代中期の前方公園墳。国の史跡9月4日指定。筑後平野東端部、筑後川支流の助田川浦に位置する。地元では、古くから知られており1798年の加藤、一巡、高取修正長、筑前国賊風土付録や1863年の、 青柳種の部長、筑前国属笛土奇周囲でも触れられている。1928年に道路建設により南東部の公園部の一部が破壊され、現室が開校した。この道路建設の際に当時の朝倉中学校の一教師が調査を行い、出土した副葬品の多くが現在でも同校で保管されている。 その後、墳墓の残った部分は長い間放置されていたが、1974年から翌1975年に朝倉高校史学部 OB が墳墓と出土品の調査研究を行い、1978年に当時の天城市教育委員会が本格的な発掘調査を実施した。墳丘全長54.5メートル、公園部計39.7メートル、 前方部長さ14.5メートル、前方部幅25メートル、首レブ幅14.5メートル、公園部高さ5メートル、総全長63メートル、前方部高さ3メートルで、前方部が北向きであった。墳墓の周囲に、幅約4メートル、深さ約0.6メートルの堀があった。公園部には、全長4.5メートルの南西方向に開口した横穴式石室があり、 原質の長さは3.5メートル、幅2.2メートルマイナス1.9メートル、高さは1.6メートル。1928年の道路建設時には、石室内から、横萩板病流炭鉱、昇格付け株と、肩甲、通す、鉄鉾2本、鉄属1束、管玉8個、ガラス丸玉226個、小玉161個、鉄器5個が出土し、 別の場所からは、バグ、四管林、石聖書、須器の大亀、大型機大編が採集されている。1978年の発掘調査では、墳丘から古式須器と埴輪が出土している。1979年9月4日に、国の史跡に指定された。ありがとうございます。